藤本さん、メッセージありがとうございます。持続化給金振り込まれてよかったですね。奥さんの分も2人分、結構これ精神的に大きいでしょ、全額ではないにしても精神的に、あ、なんかちょっと助かったなと、希望見えるなって気がすると思うんですよ。しかもね、安倍総理が昨日お辞めになったというね辞任を表明するという、これ安倍総理が OK 出してくれたから持続化給付金が私たちに振り込まれたところもあるんで、まあ本当安倍総理ありがとうと、ね、お疲れ様ということをね、心の中でつぶやいてもいいのかなと思います。まあ、私は個人的にね、安倍総理に森友問題はじめ、さまざまね、黒川の検事総長の問題とかね、いろいろ安倍さんには言いたいことあったんで、そのための動画も作ってね、安倍さん何とかしろみたいなことを言いましたけども、でも平たく見てみると、私たち事業者がきっちりとこうやってねビジネスできるのも、治安がやっぱ維持されているからかなと思いますし、今ね尖閣諸島問題とかかなり、激動の問題が起きてますけども、アメリカ台湾を巻き込んでね、それもね安倍さんが中国にもある程度睨みが効くし、アメリカにもやっぱり睨みが効くしっていう風なバランスのもとにあったのかなと思うところを考えると、いや、しっかり体をね休めていただいて、第3次安倍政権っていうのがすでに用意されてるみたいなんでね、今度はね一人でも多くの国民に応えるような政策をまたさらにねやっていただきたいなと。その一つが消費税はなくしてくださいって話なんですけどね、でも持続化給付金本当に良かったと思います。Jコスメの方はね相変わらずちょっと気持ち悪い感じではあるんですけども、私もねJコスメに依存することなく、他の売り上げの方がもう大きくなってますんで、もうJコスメね、やっぱり信じて協力したいなとは思いますけども、ある意味ちょっと半分、気持ちをね切り替えて、他の事業をどんどん伸ばしていきたいなと思いますし、最近はねカジノ利権とか携帯利権のこの2つがやっぱり乗っかってて良かったなと、でしかも自分の力もこれ試せるんでね、ここは、Jコスメはもうこれから再起するにしても時間がかかるかなと思うんですけども、昨日税理士さんのところに行ってきたんですけども、ぶっちゃけね Jコスメってその輸出輸入の会社ですから、今輸出輸入ができないですから、ここに大きな利益回復を見込むのはちょっと難しいなと思うんですよね。そう考えると、ちょっとしかめっ面にならざるを得ないかなというところがありますんで、せめてオートシップの水はくださいということを、言い続けて、Jコスメとの関わり方を、これからも考えていこうかなと思います。お互いね頑張っていきましょう。持続化給付金でちょっと一息つけたと思いますんで、ここからどのようにね、新たに、ビジネスを展開させていけるか、一緒に考えていきましょう。私もね、FX は本当に一人一人の取り組み方次第ってところがかなり大きいんで、なかなか成果が出ない方もいらっしゃるかなと思いますけども、カジノなり携帯利権なり、やっぱりね何にもせずに増えるってものはめったにないし、そういうものが仮にあったとしてもやっぱ水物なんで、どんな状況でも稼げる自分を育っていこうかなっていう気持ちをねさらに高めていって、そのことをまた放送にも生かしていこうと思います。これからもよろしくお願いします。それでは失礼します。お疲れ様でした。